長ハメドの全勝を阻止したという結果になりました、はい、さあそれではここでそのハメドが明け渡した WBO 世界フェザー級のタイトル、こちらの行方の方はどうなっているのか、早速ハイライトでご覧いただきたいと思います。この試合は1月27日ドイツミュンヘンで行われました一戦です。どうぞ。まあ、ハメドが明け渡したというのはハメドがこの試合をやるために自ら持っていました WBO の長らく15度防衛に成功したんですが、このタイトルをですね、手放しております。で、空位になりましたタイトルをこの2人が争っています。イストバン・コバチ対アントニオ・ディアス、この一戦をご覧いただきたいと思います。まあ、これはもう11ラウンドまで来ている一戦です。これは小泉さん、地元ハンガリーではすごい話題を呼んだということらしいですね。そうですね、まあ、バルセロナオリンピックでですね、銅メダル、アトランタオリンピックでですね、はい、まあ、金メダル確保したコバチというのはスター選手ですからね、はい。場所はドイツはミュンヘンで行われています。コバチの出身が、まあ、国籍がハンガリー・ブダペストであります。ハンガリーのイストン・コバチ、一方のディアスはドミニカです。エキサイドマッチで紹介しているモズリー選手あたりと対戦しているアントニオ・ディアスではありません。名前は同じなんですけどね、これはその別のアントニオ・ディアスですね、はい。ただこの選手もですね、21勝1敗のいい成績を持ってますね。 WBO のフェザー級の3位ですね、はい。2位と3位の決定戦になります。イストン・コバチの方がですね、30歳で、これがプロ20戦目全勝です。結構年齢的な小泉さん来てるんですよね。そうですね、アマチュアの期間が長かったですからね。ただですね、アマチュア時代にですね、もうその型って言いますかね、それを自分のボクシング築き上げてますからね、はい。まあ、ヘンリー・マスケみたいなもんですよね。プロ入ってもそのボクシングで勝ち続けてますよね。浜さん、どうでしょう、どういうふうに印象が映ります。もう終盤の映像なんですけども、やっぱりここまで来て両方ともタイトル取るんだという気持ちがあれあると出てますよね。これは WBO の世界フェザー級の王座決定戦です。ハンガリーにはですね、ラズロ・パップっていう名選手したんですね。オリンピックで3連勝して、はい、そしてプロ入りして無敗ですよ。そしてヨーロッパのチャンピオンになって世界ランキングも上位に上がってきたんですけど、うん、結局政治的問題でその世界タイトルマッチしないで引退した選手いるんですよね、はい。幻の名選手なんですけどね。まあ、これコバチ勝つとですね、ハンガリー初の世界チャンピオンになるんですね。太い赤いベルトラインが入っているのがコバチ、今左打てました。そして右だ、ダウンです。アントニオ・ディアスダウン。バランス崩したところをパンチ当たった面もありますけどね、はい。プロ20戦目が世界戦、これ両者とも初めての世界戦です。中盤11ラウンドが終了しました。その前の左フックが効いてたんですね。コバチはハンガリーで2試合やった後、2試合やってますが、あとはドイツを主戦場にしています。11ラウンドって言いましたね、12ラウンド、続いて、ご覧いただきたいと思います。ラスト2ラウンドをご覧いただいています。もう一回改めてご紹介しますと、ハンガリーの選手コバチが赤の太いベルトラインが入ってトランクスを履いています。今向こう側の選手です。手前がディアス、ドミニカの選手、プロ3戦目から主戦場をアメリカに移しています。で、この舞台がドイツです。これは1月27日に行われたもの。ハメドの、まあ、後釜といいますか、持っていたタイトルのチャンピオンを決める選手です。
このコバチのニックネームはココっていうんですよね、はい、KOKO っていうんですけどね、はい、どういう意味なんですか。ここで攻めないといけないですねそれが痛かったわけですね。はい、コバチもこれしっかりと打ち倒してこれ、決定したいところでしょう。あるいはディアスもこの辺りしっかりと逆転しておきたいところです。先ほどダウンを奪いましたコバチ。まあ、ディアスも浜さん、これが一つのチャンスなんだという気迫がもうこの終盤やっぱり 出てますよね。先ほどおっしゃったようにね、コバチの方はもう逃げ切り体勢ですけどね、ディアスの方は取っていこうという感じやってますね。あ、まあ、ハメドはですね、WBO の1位、当時1位、そのコバチとの指名試合を拒否して WBO タイトル返上したんですよね。あっと、もうダウンです。ディアス、カウントを入れています。ここで試合終了です。最後、ディアスって言ったんですね。え？ディアスっていうのはスペイン語で銃ですね。ああ、そういうことですか。はい、ディアスのディアスです。あ、やっぱりね、はい、そういうことでしょう、何か引っかかってんだなと思ったんですが、これが WBO 世界フェザー級の王座決定戦、ハメドの後に決まりましたチャンピオンです、イストバン・コバチ、ハンガリーの選手ということは、ハンガリー初めての選手、世界チャンピオン。そうですね、前回級を通じて初めてなんですか。そうです。はい、これ地元のハンガリーではすごい視聴率を取ったらしいです、50% 超えていた、なんか記録的なとにかく視聴率だったらしいです。よく言いますけど、ハンガリーの白井義雄さんですよね。はい、ね、はい、ラストラウンド1分58秒、はい、TKO ですね。ここコバチっていうんですよね、はい、あのニックネームね、ニックネームね、はい、これがハメドの後のチャンピオンです、WBO のフェザー級チャンピオン。本当ね、たくさんお見せしたかったんですけど ね、放送時間の関係上少しだけになってしまいました。すいません、ご了承ください、方ごめんなさいです、はい、さて、ゴメス選手、WBO はね、日本人とはこう戦えないんです、日本の選手とは戦えないんですけども、どういう印象ですか、コバチ選手。It was an interesting fight, interesting fight, and the guy caught him with a good timing. That's what boxing is all about. You know, he had good timing. まあ、面白い試合だったと、そして、まあ、コバチの方でね、非常にタイミングがいい、そのパンチ当てたと、タイミングがいいって言ってますね。はい。浜さんも一言、どうでしょう、コバチ今後、うん、まあ、やっぱりハメドずいぶん強かったんですね、はい、それからするとやっぱり急に、見るとやっぱり少し、戦国時代に入るのかなとそうですか、コバチ絶対勝てない選手じゃないなという感じがしましたね。トーンダウンしましたけど、はい、ということで、はい、ご覧いただきました。世界フェザー級王座決定戦ハイライトでご覧いただきました、はい。